白馬の王子様に迎えに来てもらうにはどうすればいいか。小さい頃からずっと考えてきたんです。王子様が迎えに来るのはお姫様だから、お姫様にならないとって思いました。本物のお姫様じゃないけど、ひな子はお姫様みたいなアイドルになれますよね。プロデューサーさんの魔法のおかげ。でも実は魔法使いは姫に。うふっ、ぐぐぐぐぐ。あ、何の話でしたっけ。ああ、そうそう、ひな子はお姫様って話でした。だからこの手を取って、うふっ、早くステージに。ひらひら、綺麗な衣装。プロデューサーさんの魔法で、妖精のお姫様ひな子が飛び立ちますよ。